さてと、どうする？そりゃマリサを取り戻すに決まってんでしょうが。いいだろう、恋白霊の巫女。どうする？何か差しでやるかやらないか。え、二人で戦うんじゃないの？聞いてない。おいおい、ここに来て喧嘩かい？僕はどっちでも構わないよ。じゃあ遠慮なく二人でやらせてもらうわ。聖水の確保か。これで失敗したらマジでシャレになんねえな。この戦いにおいて一番の要と言ってもいいわね。ああ、緊張するぜ。そうだ、その聖水ってどういう目的で作られたんだ？先代巫女の時代にも似たようなことがあったのか？似ていると言っていいでしょうね。規模は今回の方が大きいけど。先代巫女は同じような異変が起こった時のために解決する術を残したんだな。ぼちぼち私たちも向こうへ行くけど準備はできた？こっちのアリスがいねえ。は？何してんのよ。知らねえよ。まあでもあいつならちゃんと来るだろ。信用していいの？別次元の自分だろ。信用していいと思うぜ。それで来なかったら私たち二人で向かうわ。賞賛は？そりゃ下がるわよ。でも予定を狂わすより数倍マシ。さて、久々の実戦だな。どうしようか。こいつを使ってみるか。はっけろ。まさか、そのまさかさ。これは、あんた、なんでここに？いろいろ話したいことや聞きたいことはあるけど、それは後にしましょう。まずはあいつをぶっ倒すことが先決ね。私も全力で行かせてもらうわ。って言いたいところだけど、奴の体はマリサのもの。できるだけ傷はつけられない。80%。それでやるしかない。ほう、あっちの世界の君はそんなこともできるのか。少しは楽しめそうだ。一つ勘違いしてるみたいだから言わせてもらう。白霊の巫女を甘く見るな。ごめん、遅くなった。ギリギリだな。まあ間に合ったから大丈夫だ。それじゃあ行きましょうか。頼むわよ、ヤクモユカリ。頑張ってきなさい。ああ、ここはヒデアリ様だな。ここが私たちの住む幻想郷よ。そして今いるここは聖水が封印してあるところ。今からそれを取りに行くんだな。急ぐわよ。おう。あんたら二人はここで援護して。でもそれじゃ、特にあんたは聖水が来るまでおとなしく待ってなさい。やっぱりあいつと差しでやる。話が違うじゃない。ここは黙っていることを聞きましょう。彼女には考えがあるはず。悪いけど個人的に、こいつの力を試したいってだけ。そんなものかい？じゃあこっちも肉弾戦で勝負してあげるよ。その左目の模様、もしかしてシャリンガンかい？ええ、そうよ。でも安心しなさい。これただの飾りだから。つまりそれ自体に能力はないと。つくづく君には驚かされるよ。おしゃべりが好きみたいだけど、あんまり喋ってばかりだったら舌噛むわよ。ものすごく暇ですね。ほんとそうですね。あっちで私たちが戦ってるんでしょ？そうなんですけど、やっぱり一つ世界が違ってますからね。もしものことがない限り私たちはほんと何もすることないんですよ。そのもしものことが起きてしまったらどうしようもないですけどね。きっと未来の私たちならどうにかしてくれる。そう信じてる。はい。でもやっぱりすることないとここまで退屈だとは。な、なに？かわいい！いや、やばい。犯される。ちょっとサナエさん、いくら退屈だからって過去の霊夢さんに手出さないでくださいね。せっかくより霊夢リドンをいただけると思ったのに。え、何この人子は。いつからそうなってしまったんですか、あなたは。つい最近ですよ。ウサギが怪しげなやりとりをしていて、それを見るのに夢中になってしまって。で、後ろから来るもう一人のウサギに気づかずどつかれて、変な薬を飲まされ気がついたら、ロリコンになっていた。はい、まさにその通りでございます。高校生探偵とそっくりじゃないですか。飲まされた薬は違いますけど。何の音？外からみたいですね。二人とも、とりあえず万が一のために身を守る準備をしていてくださいね。うん。おう。さとりさん。え？さ、昨夜さん。どうしてここに来たんですか？私も別次元へ連れて行って。寝ていなきゃダメですよ、昨夜さん。奴の攻撃を受けて体が麻痺してるんじゃ。だったら悟り教
奴の目的は何？どうして奴は幻想郷を滅ぼしたの？どうしてこの幻想郷を滅ぼしたかまだ君には話してなかったよね。目的は全てを無に変え世界を作り直すこと。そのためには果てしない力と知識が必要だ。だからお嬢様や他大勢の能力を奪ったのね。そう、手っ取り早く力を手に入れるには、この幻想郷をぶっ壊して混乱を生み、その隙に他人の能力を奪うってところかしら。ついでにこの世界の私の復讐も兼ねて。そういうこと。僕は終焉を司りし者。そして新たに世界を創造する者。僕だの終焉だの。くっさいわ。死ねばいいのに。ここまで言われるとさすがに怒るよ。アリスたちはまだ？早く、早く来て。これが聖水。お前見るの初めてなのか？当たり前じゃない。あれだけ厳重に保管されてたんだし。急ぎましょ。今は1秒たりとも時間を無駄にできない。そうだな。ここからあっちまでどれだけかかる？ 10 分。いえ15分くらいかかると思うわ。15分？ならマリサ、あんたが空飛んで先に行って。それならもっと早く到着できる。でもほうき持ってきてねえよ。これなら十分飛べるでしょ？アリス、ありがとう。必ず届けなさいよ。ああ、命に代えても届けてやるよ。そろそろ私たちも参戦するわよ。任せたわよ。また君か。また君にやられるのか。何度だってやってやるわよ。お前がここにいる限り何度だって。なんてね。時間停止。君の能力を奪ったのさ。まだかろうじて動けるみたいだね。まず君からテストしよう。僕の勝ちだ。動くな。貴様、なぜここにいる？結構効いたわよ、あんたの麻酔弾。時は動き出す。何が起きてたの？さ、昨夜？このナイフ、君が投げれるとは思えないな。そうね、投げられないわ。でもその必要はない。何？どうやらギリギリ間に合ったみてえだな。なんだ霊夢、その情けねえ姿は。うっさいわね。なんでもないわよ。どうせ一人でやって負けたんだろ。負けてない。どうだか。まあでもお前はこれで終わりだな。え？チェックメイトよ。